もう最近ちょっとですね、僕ね、愚痴が一つあるんですけど。うん、何？愚痴？言っちゃいましょう。うん。言えることは言っちゃいましょう。この世の中ってやっぱ正直者がバカを見るなと。ああ、まあそういう面はありますわな。確かに。なんか、あるある、そういう面は確かに。ね、頑張ってても、うん、結局こうバカを見るじゃないですか。まあね、なんかまあそのなんか辛いけど、でもそういうのは確かにある。多分みんなもそういうところはその感じたことは何回もあると思うわ。で、みんなそうなかったんですか。数週間も本当に頑張りに頑張ってるんですよ。あ、はいはいはい。いや、本当に数週間どころか。いやいや、この2週間は。僕は毎日ね、14日間リングフィットをやり、ああ、はいはいはい、やってますやってます、毎日健康的な食事をとり、ヘルシーな、食事も気使ってんだ、野菜も魚もとり、はいはいはい、もう健康バランス完璧ですよ、栄養バランス、はいはい、いいじゃないですか、いいじゃないですか、別に何にも、挙句の果てには毎日散歩を1時間ぐらい行くわけですよ、嫁ちゃん、はい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 、あ、なんかそれが辛くなってきた、さすがに。食べたくなってきた、いろんなもんが一生懸命こう頑張ってるんだよ、欲望に勝ちながらね、それは別にいいじゃん、別にバカは見てないですよ全然。いやいや、こんなに頑張ってんのに、うん、今日朝起きたら口内炎になってたんですよ言ってた、ツイッターで言ってたねツイッターで言ってたね、いや口内炎は別に、こんなに健康的に生活してんのに。トスボタレインボーの動画をご覧の皆様、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。おすすめ動画もよかったら見てね。